ソニーミュージックスタジオを併設する、ジャニーズ事務所本社ソニーミュージックスタジオは、東京都赤坂にある大型録音スタジオ。ジャニーズ事務所本社ビルに併設しており、ソニーミュージックソリューションズが運営している。2001年3月に竣工した、旧 s m e のギザカビルの地下3フロアを使用。5室の録音スタジオと、12室のマスタリングスタジオ、オーサリングスタジオからなる。 スタジオコンプレックスである。エントランスや廊下は全体が地上階までの吹き抜けとなっている。音響設計のピーターグリュー内線は思考にあたって床材や壁材、空調のダクトから壁のクロスまで全てをアメリカから持ち込んだ。各スタジオのメインコンソールには以下のものが使用されている。MDR-CD900ST1978 年。 トム・ヒドレーの音響設計により、東京都新宿区南本町新宿坂に CBS ソニーシナノマチスタジオとして完成。1991年にソニーミュージックシナノマチスタジオへと名称を変更。1996年には世界初の DSD 録音が行われた。2001年赤坂に新スタジオが完成したため本スタジオが閉鎖。その後、 建物は三菱商事経由で、創価学会に売却され、南元平和会館として使用されていたが、2009年に解体されており、当時の建物は現存しない。その後、跡地には2012年に創価学会の創価文化センターが建設されている。現在まで数多くの録音スタジオで使用されている、スタジオユースの業務用、モニタリングヘッドホン。 MDR-CD900ST は CBS ソニーシナノマチスタジオで使用することを目的として1989年に開発されたもので俗にシナノマチモデルと呼ばれている。東京都港区六本木に CBS ソニー六本木スタジオとして完成。1991年にソニーミュージック六本木スタジオへと名称を変更。ライブハウス 六本木ピットインも同じ建物にあった。建物はスタジオ閉鎖後に解体されたため、現存しない。ありがとうございます。